西鉄グループ西鉄バス西鉄バス佐賀西鉄バス佐賀株式会社は西日本鉄道の子会社の一つで佐賀県佐賀市及び都市を中心に路線バス及び貸切バスを運行するバス事業者である営業所は佐賀県内のみにあるが福岡県久留米市と小郡市でも直営路線を運行している西日本鉄道が100%出資している スケ所属のバス高速バス、トス交通からの引き継ぎ車トス交通時代の車両佐賀県内の路線、区間に限り、佐賀市 AA バス、昭和バス、有徳バス、JR 九州バスの佐賀県内共通の紙式回数券が使用できるが、プレミアムアウトレット線、コミュニティバス、高速バスや福岡県をまたぐ場合は、使用不可となっている。一般路線車は、 福岡地区の営業所及び西鉄バスクルメから移籍した日産ディーゼルの大型車及び日野、伊須津の中型車が使用されている。高速路線車は、西鉄本体からの管理委託車として、日産ディーゼルと日野セレが、三菱不走エアロエース、伊須津ガーラが配備されている。大型車は日産ディーゼル、中型車は日産ディーゼルと伊須津、小型車は三菱不走ローザが所属する。 このうち、日産ディーゼルの大型車はもっぱら、透明館学園のスクール輸送に使用されている。小郡市、コミュニティバスとして使用されていた、日野・ポンチョは、故障が多発したことや乗り心地が悪く、乗客から不評だったことなどから、2009年7月に2代目のポンチョに置き換えられた。以前は、喜山町循環バス用として、イスズエルフユーティーも使用されていた。現在は、 西鉄バス2日市に転出し、中川市、コミュニティバス、川瀬美の予備車となっている。大型車は、イスズガーラが3台、日野セレが、イスズ LV が2台、日産ディーゼルスペースアローが1台使用されている。中型車は、過去に日産ディーゼルや三菱不装製が配置されていたが、現在は廃車または、他の西鉄グループ各社に、譲渡されている。自社公式ウェブサイトはない。 西鉄バス佐賀の時刻、運賃は、西日本鉄道公式ウェブサイト内の西鉄総合時刻、運賃案内で、検索可能。会社概要、ありがとうございます。